オーガニック、はい、夏バテ対策には対策になってないっていうね動画をちょっと撮らせていただきます。いつも通りインスタライブと一緒にやっておりますので、インスタライブの方はコメントするになりますが、あらかじめご了承ください。はい、ちょっとねカメラのね反対にしてみたんですよ。そしたらなんか若干ちょっと違いますねはい、よくね夏バテ対策に何がいいですかとか聞かれるんですけど、であとはそのまあ一般的に夏バテ対策してる人も結構いらっしゃると思うんですが、ね、脱水症状とかあと熱中症とかね、この時期ってかなり気になると思うんですけど、対策してるのに夏バテしてる人いっぱいいるんですよ。対策してるのに、でそれで対策になってなくないっていうところがあって、で僕はもともと夏バテっていうものはなかったんですけど、結構そのなんか僕が食事監修し、もう今ね個人の監修やってないんですけど、結構その夏とかでやってて、でそのしてる方が夏バテなくなりましたみたいなっていう声かなりいただいてで僕はなぜかっていうのは、別にこれエビデンス、もちろんこれねエビデンスとかそういったもんないんですよ。でも実際食事監修してる中で、理由がなんか分かってきたんですよね。はい、っていうことをねちょっと実際そのシェアしたいなと思う。まあこれ症例で言ったらめっちゃ少ないから絶対これですよってわけじゃないですけど、僕の個人的なその見解もあるし、まあその消化の ところなんですけどね、消化システムのことを考えると、まあ確かにそうなるよなっていうところをね、お話ししていきたいと思います。はい、でまあその夏バテ対策って、まあ皆さんほとんどどういうことをしてるかって、まあ水分たくさん取りましょうですよね。あと塩しっかり取りましょうみたいな。塩分取りましょうとか。あとそういうこと、スポーツドリンクとか、あとなんかそっち系のやつあるじゃないですか。そっち系の。はい。ちょっと言わないですけどね、製品名とかは。はい。で、多分飲んでるんだけど、ほとんどの人が夏バテになっちゃってるんですよね。そもそも。で、それこそ脱水症状とか、やってるのに熱中症になっちゃってるとか。で本当に今監修した人も本当にこの年はなくなりましたみたいな、結構この時期結構不安で毎回その夏バテ起きてもう食欲もなくなっちゃって、はい、でもなんか太るんですよみたいな、ちょっとわけのわからないことが起きてますみたいな。でもそれがなくなって本当にこの夏もストーンとね、落ちましたっていうね、いろんなお声いただいたんですけど、これは、いろいろな、もちろん理由あると思うんですけど、一つは、水分の取りすぎですね。水分の取りすぎ。っていうとね、皆さん、水分取っちゃダメなのって言うかもしれないですけど、これ別に水分取っちゃいけないわけじゃなくて、どういうタイミングで水分取ってるかっていうことと、がすごい重要なんですよ。これ FNS アカデミーの、授業でもね、よく話しする内容なんですけど、消化器系のところですね。消化器系のところで、実は、水分の摂取の仕方によっては、悪影響を与えるよっていうのがあって。まあ、より詳しく知りたい人とかは、来期でね、ぜひ、生徒さんにね、アカデミーに、ね、申し込んでもらえると、より詳しく話せるんですけど、まあ、これはもともと僕が出してた情報もあるんで、無料で話せる範囲だけちょっとお話しますね。はい。で、よく僕結構その、水分補給をしっかりしてくださいみたいな。で、あと、オーガスト・ハーゲン・サイマーさんっていうね、栄養科学博士のセミナーとかでもね、しっかり水分を取りましょうって言ってて、まあ、実は理想的な水分補給の仕方に関しては、僕過去の YouTube 載せてるし、で、あとその、減塩があんま良くないですよっていうのをね、過去の動画に載せてるんですけども、それとちょっとリンクするとこあるんですけど、その毎食サラダを食べた方がやっぱり理想的な水分補給になりますと。そういうのはオリーブオイルとか塩とか、オイルと一緒にかけると、ミネラルの吸収で2倍、3倍に上がりますよとかね。これ前の過去のインスタの投稿とか YouTube でも話してるんですけど、それだけでも理想的な水分補給になるんですよ。で、やっぱ夏なんかはみんな暑いから、で、しかも、例えばスポーツやってる子とかは、特に、運動やってる子とかもそうなんですけど、あと普通の一般の人もそうだと思うんですけど、水分取った方がいいからって言って、水分たくさん飲みましょうって言って、食事中にたくさん飲んじゃうんですよね。食事中に。まあ、これはね、冷え性対策は冷え性対策になってないっていうものと、付随はするんですけど、リンクするんですけど、実はそもそも、食事中に水分、取りすぎてしまうとやっぱり胃酸がね薄まってしまうんですよね。そうすると消化を邪魔してしまうんで、だから食べてるのに
栄養不足みたいになるんですよ。ここら辺の消化システムの話は本当に FNS アカデミーかなり授業でね詳しく話するんで、スクール生の人たちは納得ですみたいな多分なると思うんですけど、食べてるのにやっぱり消化できてないからそれやっちゃうと、だから栄養不足になって結果的にそれでもちろん免疫も落ちるだろうし、で結果的にその栄養不足だからそれでバテちゃうんですよ、この暑さの中で。で運動してる人なんかはそもそもね、そもそも食べないといけないじゃないですか。でもやっぱり食べれないからもう流し込むみたいな、いやそれは適切な水分補給ができてないからなんですよ。だから食事中に、水分はしっかり取った方がいいんですけど、で1日2リットルとか3リットル飲みましょうっていう科学的根拠はないんですよ、水分に関しては。これは前からオーガストさんのねセミナーでもそれはすっごい前から言われてるし、僕もそれを父から YouTube とかインスタの投稿でも発信するようにしてますけど、著書でも多分書いてあると思います、オーガストね。でだからそれから知って、でもそうすると多分皆さん水分飲まなくなっちゃうんですよ。で多分これも水分取りすぎ良くないですよとか、2リットル根拠ないですよっていうと、多分皆さんあんまり水分取らなくなっちゃうんですね。じゃなくって食事中の水分補給を、ちょっと、コップ1杯に、1杯とか2杯とかゆっくり飲むようにしてとか、ほんとそれぐらいでいいので、であとはその食事中以外の水分補給、水アルカリイン水とそれに塩とか、それこそレモン絞って飲むとかね、ちょっと甘いものが欲しい場合はそれに砂糖入れてもいいんじゃないですか。全然入れても普通のスポーツドリンクよりは僕はそっちの方がいいんじゃないかなって思ってるので、そういったものをおすすめしたりしてるんですけど、食事以外の水分補給はしっかりしてほしい。でも食事中はちょっと水分補給っていうものを気をつけないと、そもそも消化システムを消化っていうところを邪魔しちゃうので、はい、ちゃんとねいろいろねプロセスがあるんですよ。脳から始まるんですけど、目でも口から入ってこうやって、やべ、そう、一回止まっちゃいました。で口から入ってこの食道を通って糞門括約筋っていうのをポーンってね、皆無っていうのが当たってとかね、でその中胃に入ってるとかいろいろなプロセスあるんですけど。これは本当にアカデミーのねスクールですっごい詳しく説明されてるんですけど、それをねより理解してもらえると本当に夏バテ対策水分補給の仕方が、間違ってると、同じ水分取ってるのに、例えばね片やこっちは水分どっちも同じ水分で取ってるんですよ。例えば根拠はないんだけど2リットル3リットル飲みましょうっていう根拠はないんだけど、どっちもじゃあ2リットル、こっちの人は、こっちの人もこっちの人も2リットル飲みました。で、こっちの人は、食事中にガンガン取りました、水分。で、あと食事中以外は、水分そんな、ちょこちょこぐらい取ってない。で、こっちの人は、食事中の水分は、ちょっと控えめにして、で、食事中以外の水分補給は結構しっかりしましたよっていう。この飲み方が違うだけなんですよ、タイミングとか。ね。どっちもやっぱり水に塩は少し入れてもらいたいんですけど、入れられるんだレモンとか、僕だったら結構、レスパープラスっていうものとか入れたりとか、青汁系のものですね。ホールフードの。そういったものを入れて常にこまめに飲んでるんですけど、これはね、全然違うんですよ。同じ水分飲んでるのに、こっちとこっち全然違います結果。だからこっちなんですよ。はい。食事以外の水分補給した人は、やっぱ消化システムを邪魔しない水分補給の仕方なんで、はい。なので、これをやるだけでも、だいぶ違いますよって。だから、夏バテ対策って言って、水分は取ってんだけど、食事中にしっかり、食事中に飲みすぎてると、実は消化邪魔して、そもそも食べたものが消化できないから、消化できないってことは吸収もできないんで、はい、で、吸収できないから栄養不足になって、で、それが大腸まで降りて腐敗してとか、結果的にする腸内環境悪くしてとか、かそれやっちゃうと、何食べても結果出ないですから、ね。なので、夏バテ対策、別に変な、ああいう、なんちゃらなんちゃら、なんとか液とか、スポーツドリンク飲むなとは言わないんですけど、食事中以外のその水分補給は、僕はできたらアルカリイン水にちょっとレモン絞ってとか、ね、塩入れてとか、僕の場合はベジパープラス、こまめに飲んでくださいっていうね、皆さんにシェアしてるんですね。なので、それをやるだけで、まずこれ、でも夏バテ対策っていろいろあるので、こういう食材食べた方がいいよとか、夏だったらスイカ食べた方がいいよとか、それこそサラダもね毎食食べた方がいいよとか、なんかいろいろあるんですが、ここのね水分の、飲み方のとこだけ今日お話ししたいなと思って、
YouTube 一本撮らせていただきました。これも本当に質問多いので、熱中症とか、まあ、それこそ今なんかコメントで疲れが取れませんみたいな、それは本当にまずその水分補給を、正しい水分補給の方法をしてもらえると、それだけで、それこそ塩の量をね、摂取量をちょっと増やすだけの元気になったりする人もいるから、やっぱりそこすごい大事です。人間っていうのは水分はね、大人でも 60% あるって言われてて、その赤ちゃんとかね、そういったまあ、生まれてからそのプリプリじゃないですか、まあ、80% ぐらいあるって言われてますけど、やっぱり水分っていうものはすごい大事なんですよね。なんで水っていうものは皆さん当たり前になりがちなんですが、しっかりとね、その補給の仕方っていうところもね、意識してもらえるとよりいいと思います。はい。でも科学的根拠はないです。1日2リットルとか飲みましょうっていう科学的根拠はないので、食事中以外の水分補給をこまめにしてもらえるっていうのがいいと思います。結構よりあるんですよ、質問で。1日じゃどれぐらい飲んだらいいんですか。でもそれはあんま考えない方がいいです。食事中以外になるべくこまめに、気づいたら飲むようにするっていうことを意識してもらえるといいと思いますね。はい。ということで、じゃあ皆さん夏バテ対策、水分の飲み方ですし、ちょっとまずそれだけでもね、気をつけてもらって、あとはいろいろやり、食事これ食べた方がいいよとかいろいろあるんですが、まずは、そこをねやってもらえるといいかなと思います。じゃあこれで終わりにしておきます。 YouTube は終わりにします。インスタライブのなんかコメント来てると思うんで、答えていきたいと思います。はい。じゃあありがとうございました。バイバイ。あ、こっちにそう。